谷口馬二像、和田英作筆、大正14年、谷口馬二は、日本の洋画家。戦前に、金洋会を主催して、南国美術展を創設し、戦後は、鹿児島市立美術館所代館長や顧問として、鹿児島県の洋画振興に尽力した。代表的な作品として、自画像と、琉球風景が挙げられる。鹿児島県鹿児島市山の口町出身、旧姓。 増山青年月日が、馬の年馬の日であるのにちなみ馬にと名付けられる。鹿児島県立第二鹿児島中学校で、大森南東に学び、学外の山下金秀からも指導を受ける。1913年に上京して、黒田清照の青い橋洋画研究所でデッサンを修練し、貴族院議員、近見清美の書生をしながら、 東京美術学校西洋画科に入学。2年時には和田栄作、3年時は藤島武次4年時は黒田清照から指導を受け、1918年卒業。在学中、橋口五用のアトリエに通って西絵裁班を手伝う。また卒業期には和田栄作と奈良にいた新色中之助について小事順礼をした。 郷里の家族から彼らの面倒を見るため帰郷するように迫られて1919 19年に鹿児島に戻り、1920年から鹿児島県立第一高等女学校の教員となり1932年の最上京まで務める。日の口町にアトリエを開き、そこが鹿児島におけるサロンのようになり、1923年に金曜会を結成し、南国美術展も創設。 戦前の鹿児島県洋画団の黄金時代を築いた。1932年に、親友、安藤寺氏の勧めで再度上京し、早稲田大学、東京農業大学、日本大学芸術学園などで絵を教えた。また、1934年から1964年まで、甲府会展出品。戦後は、早稲田工業高等学校などで、美術講師を務めていたが、 1954年、鹿児島市立美術館初代館長に就任して帰郷。1962年南日本文化賞受賞。1965年鹿児島市立美術館顧問に就任。1968年く後藤総工局実賞、県民表彰。1987年1月13日成居。鹿児島に中の同僧である彫刻家安藤寺氏や、 オペラダンサー高田正夫が友人として知られている。戦前、安藤とともに、鹿児島県出身の山本曽彦改造者社長を、動かして、鹿児島に、黒が清ける記念館を建設しようとしており、この時は実現しなかったが、戦後の鹿児島市立美術館建設の動機につながった。また、鹿児島県出身のオペラ歌手、松山吉野里の世話を焼いた。 谷口馬まにが主催した、鹿児島県で初の本格的な洋画団体である。若手画家の小倉生さんと大笠荘山が山形屋の宣伝課長で画家の山下金秀の勧めで、谷口馬まのアトリエを訪ねたことに橋を発し、1923年にこの4人の発起で金曜会が結成された。稽古の日が金曜日の夜であったことと、 そ山の発案で大きな羊は、美しいという孤事にちなんで、金曜会と名付けられた。ありがとうございます。